広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ライライチューチューポケガニムチュー、どうだいちょいがわです。ナックルです。本日トレーナーズウェブサイトにて10月27日発売の拡張パック古代の方向、そして未来の一戦の新カードが公開されました。新カード、イエイ。いやもう昨日ね、いっぱいカードが出たと思ったら、はい、今日には新たなカードが出ているというところで盛りだくさんですよ。はい、早速解説していきたいと思います。まずは古代の方向収録のこのポケモン、イーユイ。おー、メラメラとね、燃えたぎる炎を操ってるかのようなイラストですね。うん、イーユイの周りに火花も飛び散ってて、こう熱さを感じますね。うん、イーユイは炎タイプの種ポケモンで HP が110です。2つ目の技が炎1個のフレアブリング。自分のトラッシュから基本炎エネルギーを2枚まで選んで自分のポケモン1匹につけます。2つ目の技が炎妬みの豪華50ダメージで、前の相手の番に技のダメージで自分のポケモンが気絶していたなら90ダメージ追加です。1つ目の技フレアブリングはトラッシュから炎エネルギーを2枚まで自分のポケモン1匹につけられるので、後攻最初の番などにエネルギーの準備ができて強力です。2つ目の技、妬みの効果は前の相手の番に自分のポケモンが気絶させられていれば140ダメージ与えることができます。イーユイを場に複数出してフレアブリングで次のイーユイを育てておけば、倒された開始に妬みの効果で締められますね。はい、あとは同じパックに収録されるサポートメロッコでエネルギーをつけたり、マグマの滝壺などを合わせればすぐに動けそうです。少ないエネルギーで大きめのダメージが出せて、炎デッキのサブアタッカーとして優秀ですね。続いて紹介するのはリンルー。いやこのローアングルからね、描かれてる芸術的なタッチがかっこいいですね。ずしんって重みも感じられて迫力もすごいですね。うん、リンルーはトータイプの種ポケモンで HP が140です。2つ目の技がトー1個のサンドブリング。自分のトラッシュから基本トーエネルギーを2枚まで選んで自分のポケモン1匹につけます。2つ目の技がトー3個の傲慢インパクト220ダメージで、このポケモンにダメ感が4個以上乗っているならこの技は失敗します。まずこちらもイーユイと同じようにトラッシュからエネルギーをつけられる効果の技サンドブリングを持ってます。そして下の技傲慢インパクトは、このポケモンにね乗ってるダメ感3個以下であれば220ダメージエネルギー3個で出せちゃうっていうね、強力なもので、種ポケモンのポケモン EX とかポケモン V を一発で倒してくれそうですね。はい、トーエネルギー3個はサンドブリングで自分につけてもいいですし、ガッツのツルハシやコライドン EX の特性ディノクライ、ガブリアス EX の技ハイドロランダーなどでつけるっていうのも良さそうですね。リンルー EX のデッキとかに入れても再度1枚しか取られない大ダメージを出せるアタッカーとして活躍しそうですね。はい、これね相手にとってはね放っておけないポケモンになると思います。続いて紹介するのは未来の一戦に収録されるポケモンです。まずはこちらジョンジェン。葉っぱがね舞ってて風も強そうだし、空も暗いので嵐が来る前みたいな感じがしますよね。そうだね、この不気味な雰囲気がチオンジェンとマッチしてていいですね。チオンジェンは草タイプの種ポケモンで HP が130です。2つ目の技が草1個のリーフブリング。自分のトラッシュから基本草エネルギーを2枚まで選んで自分のポケモン1匹につけます。2つ目の技が草無色貪欲バインド140ダメージで、次の相手の番この技を受けたポケモンは技を使うためのエネルギーが無色エネルギー2個分多くなります。こちらも1つ目の技リーフブリングはイーユイやディンルー同様エネルギーをつけられる効果になってます。そして2つ目の技貪欲バインドは相手の技を使うためのエネルギーを増やすという妨害的な効果を持った技です。相手のメインアタッカーとなるポケモンや少ないエネルギーで動いてくるポケモンに対して使えば技を使われずに済む番も作れるかもしれません。技を使った相手に進化されると効果は消えちゃうので、進化しない種ポケモンとか進化後のポケモンに使えると効果的ですね。うん、続いて紹介するのはこちらパオジアン。いやこちらはパオジアンの持つ疾走感とか勢いスピード感を感じますね。うん、このね攻撃的な表情もかっこいいし、氷の表現も美しいイラストですね。パオジアンは水タイプの種ポケモンで HP が120です。2つ目の技が水1個のスノーブリング。自分のトラッシュから基本水エネルギーを2枚まで選んで自分のポケモン1匹につけます。2つ目の技が水無色ラースブレード130ダメージで、このポケモンについているエネルギーを2個選んでトラッシュします。こちらも自分のトラッシュからエネルギーをつけられる技スノーブリングを持っています。そして2つ目の技ラースブレードはエネルギーを2個トラッシュしますが130ダメージを与えることができます。特性極低音を持つセグレイブと一緒にデッキに入れればすぐ技が使えそうですし、エネルギーの消耗もそれほど気にならないと思うので水デッキのサブアタッカーとして優秀だと思います。輝く月光牙やビーガルなど相手のサポート役となるポケモンを倒せるダメージが出るのがいいですね。続いてはポケモンの道具紹介していくんですが、技マシン登場します、うん、まずは古代の方向収録のこのカード、技マシンデボリューション。技マシンということで、このカードをつけているポケモンはこのカードに書かれている技を使います。ポケモンについているこのカードは自分の番の終わりにトラッシュします。書
かれている技が無色1個で使えるデボリューション。相手の進化しているポケモン全員の上からそれぞれ進化カードを1枚ずつ剥がして退化させます。剥がしたカードは相手の手札に戻します。技デボリューションは進化ポケモンをたくさん入れているデッキに対して強くて、相手の進化ポケモンを一気に退化させることができちゃいます。特に不思議な飴を使って進化していた二進化ポケモンなどを種ポケモンに戻してしまえば、相手はすぐに進化できなくなりそうです。確かに不思議な飴で進化させる前提でデッキ組んでることも多いですもんね。はい。また相手の進化ポケモンにダメージを与えておいてから使うことでテクニカルに再度を取ることもできます。特に二進化のポケモン EX は HP が大きいので倒しにくいですが、退化させると HP がそこまで大きくないことが多いので、闇闇のロストマインなどで進化前のポケモンの HP 分だけダメ化を乗せておいてデボリューションで退化させて再度を取るというのも面白いと思います。続いては未来の一戦に収録される技マシン紹介しますよ。技マシンエボリューション。はい、こちらも先ほどのカードと同じく、このカードに書かれている技を使えて自分の番の終わりにトラッシュします。書かれている技が無色1個で使えるエボリューション。自分のベンチポケモンを2匹まで選んで、そのポケモンから進化するカードを自分の山札から1枚ずつ選んでそれぞれに乗せて進化させます。エボリューションは自分のポケモンを2匹一気に進化させられる強力な技になってますね。特に高校最初の番などに使えると、そのバトルに安定感をもたらしてくれそうです。特性不思議な尻尾を持つミュウとか、いたずらロックを持つクレッフィーみたいな、バトル場で効果が働く特性を持つポケモンでこの技を使えたらさらに強そうですね。そうですね。例えばサーナイト EX デッキに入れると、ミュウで不思議な尻尾を使ってグッズを加え、ベンチにラルトスを展開した後エネルギーをつけてエボリューションを使えば、ラルトスをすぐにキルリアまで進化させることができます。キルリアに進化させておけば、その次の番にはもう不思議な飴を使わずにね、サーナイト EX とかサーナイトに進化できますね。そう聞くとめちゃくちゃ強そうですね。他にもアルセウス V スターやルギア V スターのように、進化させることでとても強力な技や特性を持つポケモンを最初の番から進化させておけると、次の番安定した行動が取れると思います。多くの進化ポケモンを扱うデッキにおいて、新しい構築を考えさせてくれるようなポケモンの道具だと思うので、皆さんもね、いいアイデア思いついたらぜひコメント欄で教えてください。続いて古代の方向未来の一戦に収録されるアートレアのカードも公開されましたので紹介していきたいと思います。まずは古代の方向収録、アナブルタケ。うわー、すごい個性的なイラストですね。なんか全体的に色鮮やかですよね。たくさんの草とかお花に囲まれてて、真ん中のちょっと左ぐらいにアラブルタケも紛れ込んでる感じがしますね。なんかところどころにさ、目みたいな模様っぽかったり、口みたいな形っぽい草とかお花もあって、なんかちょっと怪しい雰囲気というかね、感じますよね。ね、ちょっと怖さもあるというか、かなりインパクトある一枚ですよね。続いて紹介するのは未来の一戦収録の鉄の毒牙。こちらはもう背景とかも含めてすごい美しいですね。いや、めっちゃ綺麗だね。鉄の毒牙が星空に照らされてて輝いてる感じがしますね。なんかこう光をまとってる感じもいいし、澄んだ星空と相まって幻想的ですよね。これね、実物めっちゃ楽しみです。光り方とか確かにね、キラキラさせたくなっちゃうね。はい、というわけで本日ね、古代の方向未来の一戦の新カードを公開していきました。まあ、古代のカード未来のカード以外にもね、たくさん楽しそうなカードが収録されてて楽しみですよね。楽しみですね。今後もポケカチャンネルではポケモンカードの最新情報を扱っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回バイバイ。